ムー本誌でもおなじみの、まあ、超能力者秋山誠大先生でございます。よろしくお願いします。お手柔らかに。ここのところ秋山先生もう会長に本を出されていて、うん、そうですね、まあ、事務所で引きこもってるだけなんですけどね。いや、おかげさまで本当にありがたいですね。もう10冊近くないですか。そうですね、だから僕は通算で最初の本が84年かなんかだったから通算するともう70数冊目になる、はい、あ、そんなにですか。そう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 。で今年すごいラッシュですよね。そうですね、不思議ですね。だから、はい、なんかね、吉祥寺に移ったらね、やたら本の話が多い。すごいですよね。で今ももう4冊入ってるから。すごいですよね。あ、仕込みが。だから僕ね、本当にね、14のあのスプーン曲げ少年の時に、はい、実はね、ある日ね、すごい激しい夢を見て、はい、寿命を夢の中で教わったんですよ。いやだな。本当に。で、はい、僕はもうだいぶ不摂生をしてきたからもっと短くなってるだろうと思った、はいはいはい、最近また夢を見て、はい、巨大なこう石が落ちてきてね、石にこう雷が当たってさ、年齢がこう書かれてるわけ。で、あ、これは俺の寿命だって見たらもうすぐ分かんない。でも同じ年だったの。あ、70、変わんないんですね。76なんだけど。いっちゃうんすか。いやだからね、あと23年ぐらいじゃん。いや実年齢分かっちゃうんですけど、でもあと23年ぐらいだからもうね、ちょっとね、黙ってたこと言えることは全部言っとこうかなと。これから、うん、だから一番その超能力とかオカルトがまあ盛り上がった80年代から、まあ、あの頃はまだ60年代に活躍してた精神世界のグルたちが生きてた頃ですよ、はい、もう太田龍さんは新宿で太田ドラゴン触れ合いの 村っていう自然食の最初の店、はい、そうですね。そこにあの日本にヨガを広めた沖正弘が、ね、はい、羽織袴で来てて、ね、ヨガ入門ね、あきちゃんスパゲッティのうまい店があるんだよって言うわけよ。パスタじゃない、で王将の王将の裏の方連れてさ、ゴミ箱ポンと開けてさ、ほらまだ新鮮なやつ。いやそれ軽いいじめというかね。あの頃の人たちって本当野人だったから、その精神世界って全教徒からヒッピーがあって、ヒッピーからみんな精神世界。まあ分かります。当時違ったのはみんなムーから入れなかったわけ。ムーなかった、ね、なかったもんね。同じですからね。新興宗教にみんな行くんだよ、はいはい、だからディスコに行く楽しさと同じぐらい新興宗教の道場に行く感覚は楽しかったわけ。だから本当面白かったの。だから逆に教祖ともう激烈な論争をして、で教祖がたじたじとかそんなのものを見てみんな楽しくて、でもこの教祖人間って教祖いじめみたいな。いやでもね、そこでこの教祖人間的だなっていうんでまた惚れる人が出たりとか、はいはいはい、そういう意味では携帯もなかったしね、楽しかった時代ですよね。まあね、いろいろね、秋山先生と今日どんな話しようかなって悩んだんですけど、最近秋山さん出された本で中丸薫さんと対談をされた、これ三上さんとこから出されたものと、それからもう一冊は布施さんっていう竹内文書かなんかの本も書かれてる方なんですけど、はい、もう、あそこは共同通信ですか。そうですね、元共同通信、共同通信で、しかもハーバード大学とジョンズ・ホプキンス大学の大学院、ケネディ大学院とジョン・ホプキンス、そうです、ね、あ、ジョンズ・ホプキンス、だから両方出てるっていう、名門ですよね。名門のもう超エリートがですね、もう秋山先生とずっと組まれていて、アメリカの陰謀を作るところですね。そうですね、そうそう。まさにそこで頭に来て、ね、でこっち側に来ちゃった、ね、日本のピラミッドがとか言っちゃう、ね、そう最高、富山でね、うん、富山に転勤にしてる時にピラミッド発見しちゃったんですね。そう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 、ハーバードの人が言うんだからね、間違いないですよね。トガリ山はピラミッドですよね。いやでもさ、20年ぐらい前に彼はね、共同通信の記者時代にね、こっそり宇宙取材に来たんだよね。そうなんですか。その時は何かのリサーチも兼ねて来たんだと思うんだ、はい、はいはいはい。でそこでね、一気にオカルトが転向しちゃったんですよ。それ洗脳しちゃったとか、なんかやったんじゃないですか、この場は。ちょっと僕は責任があるからさ、やっぱりだってね、飲みに来た時にね、大塚さんいい写真見てくださいって言うから、何の写真かと思ったら UFO の写真で、秋山先生と河口湖に行って僕撮れたんですよって言って。いやだからやっぱりね、デジタルガチガチの人がね、一回オカルトの深み知っちゃうとね、すごいですよね、逃げられない。本当ですよね、こんな面白い世界はない、ね、でまたね、やっぱり優秀なので各本も全部面白いんですよね。だから竹内文書についても書かれているし、で秋山さんとこのいわゆるオカルトに関しても書かれてるんですけど、今日はその最新の心霊界と異星人という、はい、
あのこの2つのテーマについて書かれている、まあ、あの三上さんの方出されたこの中丸さんの方の対談もあの同じようなテーマなんですけども、今日はそこからちょっと秋山さんにお話伺おうと思います。それでやっぱり若い世代も多くなってきたので、先ほどヒッピーの話出てましたけれども、秋山さんが最初にUFO と出会って UFO に乗せてもらったり宇宙人と話した頃の話をちょっとしていただければと思いますけど、うん、はい、気になります。そうですね、だから僕はまあ父親が公務員だったこともあって、結構親父は名古屋大学でマルクス経済やったり、本当ですか。実はバリバリの有率論の父で、バリバリの左翼ですね。左ぶっちぎって左だった、ぶっちぎりって。だから家の中でも要するにその不確かなものには近づくなって、うん、でも要するにその、まあ、左翼思想って一塊に言っちゃうんだけど、要するに有率論ベースの頃の左翼思想ですね。はで要するに形あるものを占有するのが実は今の法律の自由の定義ですからね、はい、そういう意味では有別論というのは要なんですよ、今の論理学の上では、はい、でもまあそういうなんかゆりかごの中で育った割には時々変な感覚があって、はい、うちは実は祖父もちょっとそういう感覚があった人なんです。あ、そうなんですか。で母方もバリバリで高寺っていうんですけど、岐阜の伊豆の古い家で、はい、でやっぱり親戚の命日のたびに夢に出てくるみたいなところがあってですね。そうなんです。でまあそういう経験はなんとなくあったんだけど、もうとにかく僕自身は体が弱くて、今でこそねこんなずうずうしくなったんだけど、昔はもう喘息持ちで大体学校の運動会には出られなかったですよね。へー。運動会の前になると興奮して喘息の発作が起こるって。喘息って結構サイキックでね、なんか旅行に行った先とか土地が変わっただけでも起こるんですよね。で空気のいいとこ行ったら良くなるかってそうでもないのね。関係ないんだ。関係ない。でまあそういう意味では敏感だったんでしょうね。だからやっぱ幼少の頃だったんですか、最初に。そうです、だから最初はやっぱり14ですよね。14歳、だから中学2年の時。でたまたまねやっぱね静岡市内の学校から田舎の学校へ転校したんですよ、はい、まあ、静岡県内なんだけど、はい、転校して西の方行って、もう本当に山の麓のすごく静かでね、星が綺麗なところへ、まあ、親父が頑張ってローンで家を建てたわけです、はい、でそこに住んだあたりからまずまあ学校に不適合でね、はい、で結構もう行くとカバンカッターでバラバラにされちゃうとか、今って考えられないけど、転校生いじめみたいな、そうそう、街から来やがってっていうのはあるわけですよ、ね、あの頃は標準語使いやがってみたいな、怖い、そうだなみたいな。で本当に適合できなかったこともあって、なんか結構こう腐っちゃって、でたまたまねその頃にね、懐かしいあれだよ、調布児童会館の職員だった高坂克美さんっていうね、超古代史の大先生がさ、高坂和道という名前で ね、あの本を書きになりましたけど、竹内文書も、ね、俺に英語を教えてくれた人なんだけどさ、はい、彼がさテレビでさ、その UFO を呼びを輪になってやるやつ、ベントラベントラベントラもう CBA 譲りの CBA も筋金入りだったよね、あの人はね、はい、でそれをたまたまテレビで見て、待てよと、この世でもうここまで友達ができないんだったら、はい、なんか訴えかけて、もしそれがねなんか電話のように届くことがあれば、はい、それ嬉しいよなと、まあ、携帯もない時代ですからね、はい、で星空だけは綺麗で、もうカエルの鳴き声はうるさいぐらいのところ で、はい、で1ヶ月ね気が狂ったようにねずっとね帰っちゃう、夜になると空ばっかり見てたんですよ、朝方までこう来てじっと見て、それは何かこう呼ぶためにこう 念を送ったりとかそういうことはあったんですか。いやだから教科書はなかったから、はい、勉強したわけじゃないから、はい、もう言葉にブツブツ唱える、自分にもう言い聞かせに唱えて、うん、それ伝われ伝われ伝われて、もう向きになってやってたわけ、はい、UFO さん来てくださいみたいな、そんな感じですか。親が見たら大変ですよね、うん、大丈夫かしらみたいな。UFO さん来てなんかブツブツ言ってるみたいな。そう、まあ、だから親から見たら心配ではあったと思うよ、家も引きこもってたし、はい、それどうなったんですか。でね全然出てこない最初、はい、流れ星は綺麗だったけど、はい、何の変異も起こんないわけですよ、はい、何の異変もない、はい、でねもう本当忘れもしないんですけど、ぴったり30日目ですよ、こうノートにこう記録してってね、はい、でもうその頃になるとね、もう星を見てるだけでもいいかと、うん、気持ちいいかという、はい、だんだんねこうなんか抜けた状態になってくるんですよ。
大体そういう超能力っぽいものが外へ届くのはギューって念じて離した瞬間なんだよね、うん、僕は掴む離す法則って言ったんだけど、ギューって握ったものシュッて離れた瞬間にポンって届くんだよ、あのユリゲラーがコンパス回すのに動けって念じて力抜けた瞬間に動くんだよね、うん、あの感覚あるんですよ、でそれを初めて知った時なんだけど、本当に抜けてきてぼんやり何にも考えずに星の中にもう自分が溶けていくっていう感じの時に、いきなり裏山の上にさ、はい、四直径で手伸ばしてこれぐらいだよ、そんなでかいんですか、ソロ版ソロ版のようなものっていうしかないんだけど、だから最初はそれが UFO なのか、なんかとんでもない秘密兵器なのか、プラズマなのか、そんなことも分かんないわけ、ただただ真っ白になりますよね最初。そうですね。でね、でもね、不思議なのはこういうコンタクトの時ってね、怖さは出てこないんですよ、ね、宇宙人ってね、こっちの怖さを読んでる、だから怖いっていう反応が出ない時に出てくるんですよね、ふっと抜けてるのもありますね、でね、時間は意外と早いうち9時過ぎか10時頃だったと思いますよ、はい、で出てきて、でオレンジ色してるわけ、こうゆっくりこんな対空してるんですよ、したら突然このエッジの縁のところがピーってあのなんだろう、緑茶をもっと明るくしたような色でね、ピーって横に光が広がるわけ、エッジでグリーンがで真ん中からキューって光が開いて、そこからボンってここ当たるんですよ、でもそれはもう光というよりも圧力なんですよ、一瞬ね、はいはい、軽いね、なんかね、こう棒で軽くポンって頭弾かれてる、眼圧検査みたいなもんですかね、でストーンって足すくわれてストーンって後ろのベッドで倒れかかって、倒れたんですか、で軽く目閉じたら、この目の中に十字架の、ね、光がね、十字の光がキラ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 ずっともう目閉じても光ってる、でそれはね、もう怖いっていうか気持ち悪いというか、なんかね、もうとにかく何が何だか分かんないですよね、でそのままこう気を失って、起きたら朝ですよ、朝6時頃だった、でもうね、その瞬間に何か変だってもう分かるんです、目開いた瞬間に、物を触る感覚からね、空間を見る感覚からちょっと違うんですよ何かが、でなんか最初はね、宇宙人に乗り移られちゃったのかなとか、ね、なんかね、なんかあの形の違わないまま次元上昇したのかなとか、まあ、そこまで考えなかったんだけど、まあでもなんかそんなような、なんか皮が一枚剥がされて別の次元にいるようなふわふわした感覚がある、で、まず歯を磨いたら歯ブラシが折れる、ささくれだって折れる、頭の部分が、であとね、こういうね、ボタンがよポロポロ取れる、で靴のがビリビリビリって鼻に開く、でかあのノブは曲がる、壊れる、流しに手をかけてるとこうもうザラついてくる、もうスプーン割りみたいな、でとにかくやたら身の回りのものは壊れていくわけ、で母はもうこの子はとうとうなんかこう物を壊して歩いてると思ってたらしい、あデスロイヤだ、ただあのこうやってやるだけでテレビがついたり消えたりしたから、リモコンいらずですねすごいすごい、であとあの要するに変なシンクロニシティ、そば食いたいなみたいな思うと誰かがそば持ってくるとか、みかん食いたいなと思うと誰かがみかん持ってくるとか、すごい、だからもう環境と自分が何かつながってるって気味の悪い感覚、最初は、それが超能力だなんてのは最初はみじんも思えなかったんです、気持ち悪いなだけ、でもだん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 そのうちに今度はね、あの朝礼で学生服着て僕たちのからこう立って校長の話聞いてるじゃない、外でね、そうすると前にいる人のこう輪郭がさ、ボーって火で見えてくるわけ、まあ、オーラみたいな、でこうやっぱり本当に不動明のように炎のようにこう上がってる人と、こんなのぼとけのようなどんぐり型のやつと丸いやつとか、でそのうちじっと見てると、こうもうオーラって光と違うんだよね、こう繊維の束なんだよね、でそれがこう振動して出てるわけ、でああすげえって思ってると光の粒々が見えてきて、オーラの延長上から光の粒がチラッチラッて見えて、ちょっと意識するとグンってズームアップしてくるんですよ、ここら辺に。だいたいね、視野の端っこにこう出てくる、そうするとそれがもう立体的な おばあちゃんの顔だったりする、ここら辺こう舐めてと、それ守護霊ってことなんですか、守護霊、守護霊、あと相手の部屋の中の様子が見えたりとか、相手が描いてるものがもう立体的にここに入ってくる、でそのうち今度は感情が入ってくる、なんかそれが本人の感情なのか生き霊なのか先祖霊の感情なのか分かんない、最初はもう混在して入ってくる、地面からもそのうち出てくる、水脈のあるところ真っ
黒に見える。真っ黒。水はもう地下水脈真っ黒に見える。だからもう地面が色で飾られてる。ゼブラ柄ですよ。だからもう異世界ですよね。中学の時そうなっちゃったんですよね。でとにかくね、あとね、どん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 スピードが速くなる、頭ので、誰かが何か言うとね、結論がすぐ出てくる。ピュッ。だからそれさ、あなたは多分3日間かけてそれを考えるんだろうけど、すぐに A って決めなさいって思っちゃう。もどかしいな。周りからはなんかもう本当に情緒不安定で多動性で短気なやつにしか見えないだろうと。完全にアスペルガーですね、うん、もう。でもう高校の時はもうなんかやたら黒板にこう文字書いて人にレクチャーしたりとか、教えたくてしょうがなくなる。でなんか古代文字みたいなのが勝手に出てきちゃうとか、もうノートにもうびっちり書き込んだりとか、もう本当クルクルパー状態ですよね。いやだって友達と6人で飯食おうっつって席に座る、端から2人目のやつが23分と40秒ぐらいで俺に食ってかかる、意見が食い違う、だから今殴ると思う。本当にさ、だからその感覚を人と共有できないもどかしさがあって、だけどたまたま近くのタバコ屋のおばあちゃんがこう歩いてると、あ、この人3日と2時間半ぐらいで死んじゃうな、って思った瞬間にもう言っちゃうわけ本人に。そうするとどん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 町からも孤立するのね。いやそれはね、でそれその通りになっちゃうんですか。なっちゃう、なくなっちゃって、なめちゃう。それは気味悪い子だわ。いやもう狐つきだとかいろんなこと言われたし、いろんな宗教団体にも出かけていくけど、宗教団体からも嫌われる怖さってそこで鍛えられたんじゃないですか、そのね、うちでは救えんわみたいな。でもね、やっぱりね、普通のスピードで普通に人とコミュニケーションすることのありがたみは本当によく分かった。だからスイッチをなだめてって自分の中を切る、ちょっとでも涙あったらスイッチが入る、今度はちょっとでもぼんやりしてもスイッチが入る、涙つと念力系が出てくるでしょ。でこう沈静化してちょっとうとうとし始めると全部見えてくる、その光みたいなやつで、こういうちょっと暗めのとこからもや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 って自分のオーラも見えたりするわけ。でそうこうして、宇宙人とこうコンタクトしたり、また UFO に乗ったりっていうのはどういうきっかけだったんですか。いや、そっから今度は UFO の方はだんだん加速していくんですね、最初に起きたのは、それからまた何日か経ってからいきなり夜中に今度は UFO が来てる感覚がもう部屋の中で分かるんですよ。あのね、軽くここにね、輪っかがついてる感じ、本当に孫悟空のあの輪っかがついてるような感じで、ちょっと軽く締め付け感があるのね。で変なこう変調するラジオのチューニングの音のようなピーッピロピロピーッピロピロってこう聞こえたりする。でそのうちにあの目の中にね、蛍光灯突っ込まれたように頭の中カーッと明るくなるの。で黒抜きでこう文字が出てくるわけ、アルファのような文字が出てきた。最初ね、覚えてるけど7つの文字が出たの。もうあのサインペンで太書きしたように黒く抜いた文字が出て、で消えないわけ、とにかく目覚めてもここに浮いてるし、つぶってもはっきり見えるし、もう消えないから怖くなって、とにかくノートに一つ一つこう書くわけ。で書いた文字から消えるの。だからこれを僕に見せてる何か相手がいて、そいつは僕の頭の中を読んでるは丸分かりになるわけ。あ、つまりそれを書かせたら消えるわけだから、うん、そう。でも最初彼らは、まあ彼らとしか言いようないけど、宇宙存在は明らかにちゃんと君のことは分かってるからねっていうのを教えてくれる。なるほど。見てるよと、うん、地球人と違う、表面で人を勝手に見ることしない彼ら。ちゃんと君の内側から分かってるから大丈夫だからを教えてくれるんですよ。でだんだん安心してくるの、なんとなく、あ、分かってくれてるんだと、俺を分かってくれてるんだ。でそっから始まったら今度はもう文字は複雑になってくる。で今度はそのうち真っ黒い、その目閉じた真っ黒いスクリーンの中に操作線がピーッと光の線が走るわけ。でそれがオシログラフみたいになんかこんな風に動くんですよ。でそれがね、なぜかね、街のね、こうブロックのような形になって立体的に回るとなんかこう UFO のような形になってったりとか、あと両からまた光がピューって出てきて真ん中でぶつかると立体的なこうシンバルのような形になって光の板が回り始める。でそれが水銀のような金属のようなヘラヘラしたこう回転が起こる。ガーッてものすごい回転になってポロンって取れるともう UFO。
でその UFO のボディだけのはこう、ね、外側だけのやつに外側からいろんな装置をこうテレポーテーションで中に入れるとかね。へ、開ける必要ないんだ、スポンスポン、うん、はい、ね、だから地下鉄どっから入れるんだろうみたいな話じゃないわけ、うん、もうどんどんテレポーテーションの中に入れていくとか、あと UFO の中にもう夜頭の中でもうちょっとこう瞑想したりするともう UFO の中にいるリアルな感覚があるわけです、はい、で椅子に座ってるんですよこうやって、はい、で前にスクリーンがあってやっぱりなんかこう例えば三角形がふわふわこんなのって不安定に浮いてるスクリーンの中に、うん、だけど気がつくと自分が気持ちを深呼吸して安定させると三角形が真ん中でピタッと止まるんですよ、はい、でその途端に UFO 全体がグーンと動くんですよ。ひょっとしてもう操縦しちゃったりなんか。そうで、どうやったらスイッチを入れる、どうやったら前進めることができる、でどうやったら水平を保てる、でそのうちその小型 UFO のシミュレーション散々やって母船まで行って、はい、母船の中はどうなってる、誰が動かしてる、で宇宙人が接触して出てくる、宇宙人にどういうタイプがいる、どういう文明がある、とにかく最初はいろんな形を見せられる、 UFO の全パーツを見せられる、全パーツが頭に入らないと操縦できない。でもそれぞれのパーツが機械でありながらなんとなく芸術的な形をしてるんですよ。美しいの、蜂の巣のような六角形の集合体だったり、なんかこう綺麗な玉がブドウの房状に並んでたり、でも基本は正四面体なんですよ。正六面体、つまり立方体じゃないの彼らの。へ、三角形、正三角形を、ピラミッドっぽいですね、うん、三角錐ですね、はい、正三角形を四面張ったもの、はい、あ、宇宙人の構造学も数学も正四面体から発生してるのが分かる。はでもね、それもね、調べたらね、要するに日本というか地球の場合は重力があるんで正六面体、つまり立方体から数学が発達するんだけど、はい、空間論も立方体から発生するんだけど、本来は宇宙では正四面体じゃないと形は安定しないんですよ。で同じ正四面体をこう張り合わせていくと、面と面を張り合わせていくと螺旋構造になってくるね。はあ。でそれを本当に立体的にくるくる動かしてできる形がベクトル平行体っていう形なんですよ。なんかバックミンスターフラーのあれですよ。いやだからフラーはテレパシーで誘導されたのはっきり分かる。彼はそれを簡単なあのゴム製のモデルで何度も実験するの。正四面体が立体になるとこうでしょこうでしょこうでしょ、はい、ベクトル平均体になったでしょ、うん、だからもうフラーの言ってること一発で分かる。でも問題はさ、それをさ数式的にさ、こっちのなんかこう錯視定規の数学に変換して説明することができないから、まあそうですね、またそこでイライラするわけ。まあそうですね、はいはい。でもなんかあの例えば関秀夫先生って当時ね、はいはいはい、あの勲章までもらった工学博士先生ですけど、うん、彼がなんかちょっとした電子論を言われてこういうことがね難しいんです、あそれはねとか分かっちゃう。うん、だ関さんなんかと、ね、結構仲良くなって、はいはいはい、だからその自然にこう見せられて操縦をして、その UFO のコンタクティーになるためのなんか試験みたいなのはないんですか。まあ最初やっぱりさっき言った見るっていうことですよね、はい、見てあの見た UFO のイメージを思い出すたんびに近くに飛んでくるわけです、うん、だ見る頻度が高くなる。そのうちちっちゃな UFO が来た時に直角に曲がれって言うとこっちの想念で動いたりする、うん、だからもう連動感が非常に身近になってくる、はい、まあ、UFO がしょっちゅういる感じがする、うん、もう自分用の UFO がいる感じがする、うん、はい、あとはその公共放送みたいなものがどんどん降りてくる、うん、平面的な形から始まる立体になる、うん、だからもう明らかにその段階で幻覚とか夢とかっていう問題じゃないんですよ、うん、もう性格極まりないの。昼も夜もですか。昼も夜も最初は激しかった。だから最初記録につけたのがノート14冊分ぐらいになった時あたりからもう量が多すぎてあの記録することも間に合わなくなった。でもそうなってくると今度はどうなるかというと、人から何か聞いた瞬間に答えがパンと分かるの、うん、あのあそこから先はもう説明いらないです、先入観入れないのかないっつってバーッと説明したりできちゃう、うん、でそのうち例のそのスプーン曲げだけが捕らまえられてというかこう注目されて、テレビがなんで当時のテレビってもうなんか噂だけで家の前にいるからね、もうカメラが、はい、あの辺になんかスプーン曲げ少年いるらしいよ。いやデビューしたての大川工業が俺の家の前で学校から帰ってたら踊ってるわけですよ。
意味が分からない。で何なんだって言ったら、要するにその何だろう、あのバラエティーで来てて、超能力少年という噂の秋山さんのうちに来ておりますみたいな。なるほど。リポーター行って、秋山さん帰ってきたですみたいな。秋山さん本当にスプーン曲がるんですかって、ねえ、それ本当に呼吸ができるんですかって言われるようなもんだから。なるほどね、秋山さんからするとね。最初さ、その説明が腹立たしいんだけどさ、でも今未だになぜ曲がるかって聞かれるんだけど、うん、なぜ曲がるかじゃないよね、呼吸だから、うん、で曲げてくださいよって、いや俺がいつ呼吸するか俺が決めるんだよって思っちゃうだからそれを正直口に出しちゃって、結構暴れそうな清田君とかで、そうだそうだ、でもうよ捨て人になっちゃって、石井幸雄君とかも、石井幸雄君なんてもう伝説の港から港へもう頭に来て船をテレポーテーションさせたっていうやつもいるんだけど、だからあの頃ね、あの傘を空中に投げてバリバリに折って落とすっていう実験に成功した吉田真一っていうのは、今ソニーでトップエグゼクティブディレクターになって、あの人そうなんですか。そうそうそう、吉田慎一は、え、そうなんですか。原田知世のマネージャーだった。そうですよね。あいつ、あの関秀夫さんに最初に超能力見せた人です。え、そうなんですか。そう、へえ。だ、山下君とかね、投資の。あとね、僕この本を読んでてすごい好きなのは、はい、秋山さんが駅前商店街歩いてて宇宙人に会った話、面白いんですけど。あ、だから今度はそれがだん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 こっちのそれが丁寧になくなってくるのを彼らは読んで、はい、直接接触のこっちも衝動が出てくるんですよ。会いたい、はい、会いたいと、もうビジョンだけじゃ嫌だ、会いたい、はい、会いたい、会いたい、でそのリアルなイメージを散々学習してるから怖さはないわけ、うんうん、したら突然ある日の突然お昼に静岡市内の繁華街に行く、来いっていうのかな、行くっていうのかな、衝動が出てくるんですよ。でどうしても行かなきゃ、で電車乗って行くわけ、あてもなく、と地下街に入らなきゃなと思うんですよ。でどうしようかな、でも地下街入ってて何だろうと思ってる時に、向こうからもみあげをピッて切ったような青い真っ青いこういう背広の色を着たビジネスマンみたいな人が、まっすぐまばたきもせずこっち向かって歩いてくるんですよ。で、いや、だからほら、あのマトリックスに出てくるああいう黒ずみが、ああいうこうスミス、もうスミスみたいなこうつるんとしたのがこうやって本当にまっすぐ歩いてくるんですよ。で避けようとすると向こうも避けるんですよ、こっちが来るんですよ。やだな。だからもうここら辺まで来てさ、ピッて止まるわけ。でいきなりテレパシーで地下に一緒に行きましょうっていうふうに、それは声で聞こえたの。うん、でそのままこう促されてさ、こうやって促されてさ、地下街入ってって、当時忘れもしない草園っていうね、はい、あのこうちょっと暗っぽい、なんだろう、喫茶店があったのよ。喫茶店なんだ。それぞれこう仕切られてるお茶しようぜって、うん、だからあんまり人の顔がこう見えない意味では、あの古いタイプの喫茶店 で席座って、会いに来ましたっていうわけ。うん、はい、私は所在はこの地球ではない、で、あのこっから先コンタクトをさらに進めようと思いますっていう説明を受けた。へえ。で今の気持ちとしてはどうです、それを進めることは受け入れられます、受け入れられませんかで、はいはい、一応口頭で説明に来るわけ。はあ。でいやいや、もうぜひって、あのもう上があります、自分の心には、教えてくださいって言ったら、はあ、あの本当に他のコンタクティの話でもあるんだけど、スプーンの柄の方でなんかあのコーヒーをかき混ぜながらなんかちょっとしたトンチンカンの所作があるんだよ。へえ。ほいで、でもまあ地球慣れてねえなみたいななるほど。でもその実は彼は仮の名前で、彼らには物を呼ぶ名刺がないのね。ビールって名刺はないんですもん。あ、そっか。テレパシーでビールを考えたらビールが伝わるから、ビールって言葉ないんです、本質的には。ビール、うん、ね、伝わなかった今。そうなんですよ、地球がこんなもんじゃん。だけど彼らはもうビールと思ったらビールは伝わるのよ、うんうん、だから名刺がほとんどない。だから彼らにも名前がないんだけど、仮初めの名前を名乗ってくる。あ、はい、で、うん、彼はベクターって名乗った。ベクター、うん、最初直接ビジョンの中でコンタクトしてきた宇宙人はレミンダーと名乗ったんだけど、その宇宙人はベクターと。でこの名前にも仮初めの名前なんだけど、それぞれ非常に深い歴史的な意味があるわけ。神話の名前だったりとかさ、ある独特な意味があったりとか。そうなんですか。だからまあそのベクターに導かれて、その後今度は山のようにいろんな宇宙人がさ
3ヶ月に1回ぐらい担当が変わるんだよね。3ヶ月ごと、1年に4人、はい、ルレムアールだとかあのカザレーだとかいろんな宇宙人が来るんだよ、うん、で女の人みたいな感じの人も来たりとか、はい、子供みたいなのが来たりとか、はい、でもそのうち今度は並行して他にもコンタクトしてる人と出会うんですよ。向こうも導かれて出会う。じゃあ君もみたいな感じ。そうだから当時あの横尾さんが取り上げてた加藤義雄さんっていう、はい、UFO 革命の中に出てくる静岡で、はいはい、まあ、活躍したコンタクティがいて、彼はこのベクターには、中島屋ホテルっていうところで同じ宇宙人と会ってる。中島屋ホテル。で僕は加藤はホテルでこっちは喫茶店。彼はテレパシーで頭の中にうちの電話番号が出て電話かけてきたんだ。電話かけてくるって言いますもんね。キヨさんもなんか電話か、うん、最初のコンタクトがある電話だったんですよ。電話かけてくるよ。あとね、なぜか鉄道の中によくいる。鉄道の中に電車の中にいる。そうなん、あのだから東海道線の中に多かった。てっちゃん、東海道、うん、で地下鉄好きね。地下鉄とか駅のステーション好きですよ。はい、そっちゅういる。だからこんな宇宙人来てんだって、だんだんこう世界観は壊れていくわけですよ。へー。でもどっかのコーヒーの CM みたいですね。そう、でもそれと並行しつつもマスコミでは超能力の方で大騒ぎだから。なるほどね。でもうなんかユリゲラー来ちゃって大騒ぎでしょ、うん、でそのうちあれすごいブームだった朝昼晩もワイドショー全部オウムの時と一緒です。朝昼晩全部超能力です。そうですよね。あの頃はすごかったですね。だって本当にまっすぐな針金をみんなで腰掛けて並んで持ってて、番組のタイトルを一瞬で念力でこう針金で一筆書きでこう作るわけさ。あった。ポンと投げたらね字になってる。でもそこまで念力でやっといて、その後あるなし論争なんだよ。だから僕からすればそれ自体が非常にバカバカしい。バカしいですね。確かに。あのはっきり言ってあの大月とか非常にバカバカしい。もう80だから。ね、でも秋山さん精神世界やってるのにあんなに感情的になっちゃいけないなって言われるから余計腹が立つんだから、ね、でもまあまあね、最近はねあのだんだん丸くなりましたよ。丸くなってですね。あの秋山さんから今ねちょっと宇宙人たくさん会ってる話聞いたんで、先ほどねご紹介した本の中のテーマっていうのは肉体と精神の二元論じゃなくてね、第三の視点を持ちましょう。つまり霊の、まあ、三みたいなのはどうか分かるんですが、第三の視点霊を持ちましょう。で先ほど地球に来てる宇宙人をご紹介されてるんですけど、本の中でペルゲルエル、はい、これちょっとご説明いただきたいんですけど、結局ですね、まあいろいろコンタクトしていくといろんな宇宙人が来るんですが、宇宙人の、まあ、大元は3種類、地球に縁のある宇宙人はね、それ以外もいるんだけれども、はい、うん、一つは我々と同じような進化を遂げたヒューマノイドタイプっていうのがいるわけです、はい、いろんなコンタクティーのもとに出てくる。で彼らはなぜか金星人だの土星人だの水星人だのって名乗るわけ。まあ大体ね、でもそうだから僕がコンタクトしたベクターもレミンダーも水星系の宇宙人だと名乗るわけですよ。バカバカしいでしょ。これがみんなからバカにされる要因だよね。でも彼らはなぜその星から来たっていうかっていうと、はい、1000年以上先の未来から来てるからですよ。もうすでに住んでるんです。そういうことなんですか。だからアダムスキーはそういう宇宙人とコンタクトしてるけど、彼らは霊界人じゃないって言ってるわけ、うん、でもアダムスキーの時代にはまだまだ量子論とかそういう宇宙観がなかったんですよ、はい、だから受け入れられないんですよアダムスキー自身も。うんうん、分かんないですからね、うん、だけどもう明確にそれまで言われてるのは宗教的な霊界みたいな世界から宇宙人来てんじゃないって言ってるわけ、うんうん、でそれは確かにそうなんですよ、うんうん、で宇宙人から霊的世界の話も聞いたけど、うん、それ自体の構造も宗教の中で言われてる霊界とは程遠い、うん、あ違うんですか。もっと SF チックですね。もっと SF チック。秋山先生の本の中に書いてた、僕この言葉好きだったんですけど、過去からちょっと過去から来るのが幽霊で、ちょっと未来から来るのが宇宙人って書いてあったんですよ。そうなんですよ。だから結局サイキックの感覚っていうのは未来と過去に意識が広がるだけで、要するに過去人を捉えてしまえば幽霊だし、未来人を捉えてしまえばこれは宇宙人なんですよね。だから当然幽霊との接触も多くなって、だから霊的なものとも話をするけれど、ちゃんと残留思念なのに過去人なのにきちんと意思を持って話をしますからね。でもその本人は並行してまた生まれ変わったりもしてるわけですよ、はい、だ同時存在なんですよね、はあ、だそれは最初よく分かんなかったんだけど、いろいろ整理していくと、うん、なるほど過去人だと、これで終わりですよ。うん、うん、なんか井戸の中からこんな女の人が顔出したりとかね、
貞子ですか。貞子だ。本当にいるんです。いや、地面から出てきた手に足、手で足掴まれたりとか。やだな。でお墓行って指さすとすぐピューンってそばに来たりとかで、向こうはもう分かってもらえると幽霊の方が嬉しいから、無秩序見えるのねみたいな。ちょっと幽霊の話で後から聞きました、はいはい、宇宙人に戻りますと、はい、あの3種類の宇宙人を、ごめんなさい、そのヒューマノイドタイプの宇宙人と、はい、あと爬虫類や両生類みたいなものから、つまり恐竜的なものから進化したグレータイプといわれるポピュラーな、あの宇宙の8割を占めているあの宇宙人たちと、8割そうですか、はい、だって地球だってあの生き物が崩壊しなければあの人たちが二足歩行して進化してたはずなんです。まあ二足歩行の恐竜もいますからね。だから正直、正直我々は希少種なんですよ宇宙では。はあ。で、あともう一種類は犬から進化して巨大になった巨人族です。はあ。でこれは地球へ来るときは必ず金魚鉢みたいな大きなまん丸いヘルメットしてくるの。へえ。だからあのサイクロプスと呼ばれたものたち、単眼族。はい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 。一つ目の巨人って言われたものたちです。はい、あの世界中の神話をこの宇宙人の姿に基づいて追っかけていくと全部その伝説に行くわけありますね。日本も大乳洞でしょ、ちっちゃいカッパでしょ、まあ、カッパにはいろんな種類いるんだろうけど、うん、宇宙人のグレータイプの一部だってカッパって呼ばれて、うん、キムジナとかね、うん、で彼らはもう樹木のそばにいるのが大好きで、うん、大きな木のあるそばで人とコンタクトする、うん、あと沼とかが好き、うん、で鉄分の多い場所が好き、硫黄の匂いがするところが好きですよね、うん、でヒューマネードタイプはとにかくあの地球人に対して言いたいことがあるんだけど最低ラインの結論しか言わない、うん、アダムスキーのコンタクトやら何やらアメリカで直接コンタクトがわーって広がったのは1953年、はい、この前後って何があったかっていうとアメリカが最初の水爆実験をした時年なんです。ああそうですね、その年ですね。でなんと当時設立された NASA の準備委員会は月まで宇宙船を飛ばすのに宇宙船の後部から小型の核爆弾を落としながら推進することを考えてたんです。そうでしたね。やってたら地球は終わってたわけ。まあそうですね。当時の宇宙人の主張はただ一点ですよ、核の開発はダメだと。それを何度も何度も繰り返し、アダムスキーも何度も何度も言った。でもアダムスキーの言葉はケネディに伝わったんでケネディはそれをやめたわけ、うん、だからそういうことってさ陰謀論の中でも知られてないじゃん、うん、でもあの宇宙人は本当に、ね、端的な一言を言うしかできないんだよ。あんまり干渉できないからルールがあって、うん、はだけどもギリギリ これをやったらすぐ地球が滅んじゃうみたいなことの時はわーっと来てポロッと言うんだよね、うん、だ今回2012年の次元上昇っていうのをやたら宇宙存在が送ってくるわけじゃん、うん、これだって形が変わらないままマインドを変えるっていう準備を今から私たちがどう考えるのか、見えない世界を本気でどう重要して本気でどう信じるのか、趣味の範囲内だったらいいよアニメをやるようにね、うんうん、だけど身近なところに超常現象を受け入れるってことはどういうことなのか、自分の意識が力を持つってのはどういうことなのか、それを最初に受け入れない限り力ってのは出てこないんだよね。想念の具現化ってのは本当に起こる。で多分この2015年あたりからやっぱり変革が起こるってことを宇宙人は分かってるんですよ。秋山さん、そのこの3つのタイプのねペル・ゲル・エルっていうのは、はい、そのタイプとして今の進化のところはおっしゃったんですが、考え方とか目的とかなんかそういうの違うんですか。いやかなりね性質は僕から見ての主観だけれども違う。だからヒューマノイドタイプはさっき言った地球人は二元論にものすごく拘束されてると、うん、プラスがあればマイナスがある、善があれば悪がある、光があれば影があるとかね、でも二元論を超えたこの距離と同じぐらいの二元論の2つの間のこの距離と同じぐらいの距離で線を引いた第3の三角形の頂点の視点を持たなきゃダメなんだっていうことを盛んに訴えるんです。だから最初宇宙人とコンタクトすると一番たくさん見せられる時はこういう三角形で、そのうちそれはこうよれてこんなになって降りてきてダビデの星になったりする。あ、ダビデの星もそういうことなんですね。だから宇宙人の三角形と地球人の三角形を一緒にしようよ、はあ、共通の価値観を持とうよと、考え方の共通のベースを持とうよっていうシンボルとしてその場合にはダビデの星が使われるわけ、うん、でだからやっぱり新聞パッと見て
なんかある 一方向の偏った報道があって、うん、これが反対側だったらどうなんだろう、うん、例えば被害者だったらどうだろうとかね、うん、加害者だったらどうだろうって考えることが、うん、我々が要するに不安感を常に恐れて逃げて、うん、そのうち相手のせいにして戦争を起こすっていう、うん、この果てしないリアクションを止めるポイントなんですよね、うん、あの僕だって未だにそれは持ちえないんだけど、でも多少なりともそういう感覚を持つことによってもう特許だけでもたくさんひらめいたしなるほど、ビジネスのコンサルもできるようになったしなるほど。ちなみにペルとゲルは どんな考え方の人たちなんですか。巨人族のゲルはね大変哲学的です。哲学的、ものすごく言葉数が少ないし哲学的です。だからあの非常に深いことを言うし、なんだろうな、静かにものすごい僕たちよりも安定した心で地球をゆっくり眺めてる感じがする。時間の概念もかなり違うと思います。でペルはすごいの、おせっかいの、おせっかい、おせっかい、とにかく各全員がまず8割構造でテレパシーでがっちりつながれてるの、はあ、だから宇宙旅行した一人の体験は同時に全体の体験なの、はあ、全体主義も超えちゃってるの、はあ、軍隊以上なんですよ。ただそれぞれが結局戦いを超えてもう楽しいことどんどんやっちゃおうじゃんって、なんか宇宙はワクワクすることを望んでるバイペルみたいな。バイペル、だってほらバシャールだってペルなんだもん。まあ、そうなんあれあのイラストあるじゃん、要するにトカゲ系のね宇宙人なわけで、ああいう宇宙人の独特な考え方ですよ。へ、それが独特なあの成功哲学とか、要はあの自己改造セミナーのああいう考え方とか、ああいうなんかワクワクすることだけやろうぜみたいな、あの発想になってくる。だけど彼らは行き過ぎちゃうんですよ。地球人の哀愁とか悲しみとか怖さとか全く分かんないんですよ。ある意味逆に言えばすっごい努力しないと分かんないんです。だけど興味があるんです。彼らが過去になくしてきた感情だから、テレパシーの発達段階で地球とは全く違う個性的な発達を遂げたわけ。だから地球にそれを学びに来ている時とか、オオサンショウウオを見ていろんな学術的な調査をするように、私たちのマインドを眺めながら、要するに平和を求めて戦争するというこの面白い雲、バカバカしいこの星をかなりの興味を持って眺めて昆虫採集みたいに、あの夏休みの、うん、みたいに観察してるんですかね。でもね、やっぱり我々が昆虫を見る目と違ってものすごい愛情あるから。愛情があるんですか。生命の尊厳においてはものすごいなんかあのホスピタリティがあるわけ。なんかアフリカの国定公園みたい なんか野生動物をこう見てるんだよね。だからね、大丈夫だから頭を今から2つに割るけど大丈夫だから、で脳中枢のところにインプラント入れちゃうけど全く痛くないからやらせてくれるって盛んに言うわけキャーで本当になんかビビビビって光線与えてやるんだったら言わないでやってよ。細いドリルの切っ先みたいなガーンってきて、だいたい左の鼻の穴から入るんだけど、ギリ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 って入ると全然痛くないんだよ。はでそれをピュって抜いて中になんかちっちゃな玉みたいなの最初入れると、その後ここ真っ二つに割っても痛くない、で今度は大きなインプラントこう入れてパカッと閉じてる。いやそれこそテレポートしてよ、そんな。いやだから知り合いのコンタクティーは首ごと取り替えられたっていうあそういうありますもんね、事件ね。有山さんもあのインプラント、ここのあたりにインプラントされたっておっしゃって、いやだから僕は最初ペルのインプラント絶対嫌だっつって、はい、それでもしつこく出てくるんで本当痛くないし、俺をコントロールしたら怒るぞって言って、はい、俺をコントロールしたらお前の頭頂部叩くぞって。ペルはね頭頂部叩かれるのすごい嫌なんですよ。あのやっぱり本当にカッパ伝説の一部と関わってるところがあって、こうポーンって叩かれると本当に嫌なんですよ、やつら。かわいいですね、うん、だから一度叩こうとしたらなんかテレパシーみたいなのビーってしびれさせられたこと、それでもしびれさせても俺は叩くぞとか、でも大丈夫だ、なんかちょっとやったら勝てそうだな、うん、いや体はあんまり強くない、で手はものすごい長いですよね、指も長いですよ、でここのとこ入れられてるので、一つ入ってるんだけどもうほとんど機能してない。だけど、はあ、あの歯医者さん行って撮るとここにこうカプセル状の影が映る、今でも映る、だいたいこういう筋肉がよく動く関節のところに入れる、あとこういうとことか足の付け根とかにはよく入れる、あとここに入れられる人もいる、はあ、だからもう一時期はそのコンタクティーもいっぱい友達ができたらコンタクティーなんかもお前今度どこ入れられたとかすげえ会話だね、ここに入ってたんだけど最近耳たぶだなとか、でまたこう映るんだよ、中でこう動くんだよ、痛くもなんともないですよ。
知り合いのね三重県のアナウンサーがねやっぱりインプラントされてて、はいはい、いや本来は映られないはずなんですけどなんかまあ映ったらしくてで心配になってエスパー小林さんのとこし相談して、はい、したらあ入ってるわっつって入ってるよだったね言われた本当に僕これ繰り返しんだけどここ10年のアメリカのギャラップっていう、ね、世論調査の結果ではアメリカの平均的な、まあ、アメリカ人の1500人に1人は接近遭遇をしてインプラントケースがあるとへだから接近遭遇保険とか損害のインプラント保険はあるんですへで例のイギリスのジョン・マックっていう心理学だっけあの人ジョン・マックは心理学だったかなあれ生物学だっけ医者だっけ医者です医者だ医者だ医者ですで彼が20何人のやつを取り出して調べたら6個は地球上の物質に該当なしアンノウンだったんですよねでそれを発表してすぐにジョン・マックはなんかイギリスの郊外で車にはねられて死体になって発見されるんだけどハーバードですよね、うんはあまあ、結構隠蔽する側もたまに派手なことやりますよね秋山さんそれでこのね、ペル・ゲルエルが地球に来てるんですけど、はい、地球の歴史的には一番最初に来たの誰なんですかどの宇宙人なんですか多分巨人族だと思います巨人族でもその巨人族はちょっと意図せずにここへ立ち寄らなきゃならなくなったことがあったんだと思う、はい、で巨人族はとにかく巨石の構造物を作るのが大好きなんです世界中ありますもんね、はい、で巨石の古い構造物であればあるほどその周辺では巨人伝説が残る、はい、謎の巨石ですね、はい、古いやつ、はい、紀元前5000年ぐらい前に世界中で同じような構造が作られたんですよ、うん、わーっとできてね巨人が教えちゃったりなんかして、はい、でも巨人はね途中でまたゆえあって立ち去るんですよ、はいうんまあ、シリウスかあっちの方へ帰るわけですな、はいうんでそこへまたペルがわーっと後処理に来てペル来るんですかでまたやりすぎちゃって大変なことになってやりすぎるんだUFO 出まくりすぎて聖書に書かれちゃったから書かれちゃった地球人しつこく覚えてるからみたいなことになるわけ、はい、いやこれ本当の話よ載ってますもんね、うん、それでだからヒューマノイドタイプが来たのは近年なんじゃないですか特に1950この3年前後の水爆実験以降は大量に来てとにかく、はあ原子力反対と、はい、あとやっぱりその人類が自分の潜在意識に要するに責任を持つというかな、うん、無意識に責任を持つということを教えに来てますよね例えば今旧約聖書だとかいろんな神話残ったっていう話あるんですけどペルとゲルがこの世界に残った何か地名だとかなんかそんな分かりやすい記号みたいなのあるんですかあ一番分かりやすいのはギリシャとペルシャ、はい、あギリシャがゲルシャとペルシャおおあ、P がパピパピプレ、そうそうだからカッパだってカッパだって P でしょ。P、あ、P がついたのがペル。いや、ハワイの火山の女神はペルペレって言うんですよ。はい。とにかく妖精の名前とか調べてみてください。みんな本当調べてみてください。あれ、そしたら L ってエンジェルの L ですか？エンジェルは L ですよ。イスラエルは L です。イスラエルも L。だから語源的に L、ペル、ゲルは世界神話の語源なんです。ゲルマンのゲル。うん。おあちょっと今日は言い過ぎたなヘルマン言い過ぎた過ぎたでも実際調べて学術的に調べてみてください圧倒的に多いへそしたらこうなんかペルとゲルが戦争するなんてなありそうなもんですか、ね、いやだからその緑色の小さな人たちと巨人族が戦争する、はい、それも人間をそそのかしてで小さな人たちが人間にエクスキャリバー鉄製の剣を与え、はい、それで巨人を倒すという話はまたこれが世界中にあるはあ、ドラゴンとかね、うんはい、で必ずそのなんだろう爬虫類族は人間に鉄を教えるヤマタノオロチもそうですかなんか似たようなもんです、うん、少しずつ話は違っていきますが必ずその関係が出てくるんですよ、はあ、ちょっとね宇宙人の話してきましたけどちょっと先ほど言いましたが幽霊の方ですから霊の方に行きたいんですけど、はい秋山先生の霊の考え方っていうのはよく三元論って言われていて魂とこれ直霊っていうんですかそうですねそれと魂と、はい、この3つでよくお話しされてるんですけどこの3つの違いちょっと教えていただけますか、はい、いやですから結局これを言っちゃうと僕は某いろんな信仰昭和35年設立以降の新興宗教からボコボコにいつも叩かれるわけですけれども、はい今までの心霊論にはもうことごとく矛盾がある、はい
例えば今の固められたほとんど固められた霊界と肉体の二元論的な心霊論っていうのはほとんどできてからこの100年ぐらいですよ、はい、イギリスのスピリチュアリズムが入ってきてからです、はい、でそもそも日本の古神道と言われる古い考え方や、はい、世界の伝承の中では先祖から子孫に伝承されていく霊的遺伝質のようなもの、はい、日本ではこれを魂、魂、霊魂というのは本来、はい、先祖から子孫に受け継がれていく霊的遺伝質のようなものを言うんです、はい、だから鬼変に伝わると書くんです。魂って我々呼んでることですね。魂はこれを指す明確な言葉なんですね。先祖から受け継いでるものです。そうだからあれをソウルと翻訳しちゃいけないですよね。ああ、なるほど。遺伝子って言った方がいいですか。だから霊魂の対極として霊白っていうのがあって、はい、白。これは生まれてから身につけていく霊的な性、性気のようなもの、気のようなもの、気のようなエッセンス、はい、エクトプラズムみたいな、はい、極めて物質よりの見えない要素です。はい、白があって、はい、白と魂、魂、そしてそれを取りつなぐ時間空間に拘束されない自由自在に生まれ変わっていく直霊というものがあって、はい、この3つの合体系が霊というものなんです、はい、で霊の球字は甘冠に口を3つ書くんです、はいはいはい、その下に巫女の実の字を書くんです。あ、そうですね、はい、なぜ口が3つかというとこの三元を僕は表しているからだと思います。これも三角形ですね。そうです。季節だからやたら神秘世界では潜在意識が三角形のシンボルを我々に見せたりする、うん、フリーメイソンが三角形を重々しく残してきた本当の理由というのは、うん、三元論的にものを考えると見えない世界は本当に分かりやすい、はい、いや僕もこれねすごいいつもあよくできてるなと思うんですけど、基本的に我々例えば、そっか、先にこっちの説明しちゃった方が早いかもしれないですね、そうするとよくお化けの話が今日も出ましたけど、はい、霊界と幽界と現実の世界ってよくありますよね、はい、それこそ仏教で、あの秋山先生が考えられる現実の世界と幽界と霊界ってのは どういう違いがあるんでしょう。要するにですね、一般的に能力者が幽界と感じるのは、はい、この物質寄りの残留思念的な世界です、はい、だそれは極めてこの世的な構造に見えるんですね。この世に見える、はい、見える。でこれは霊白の世界です。はい、白、ハワイの呪術師が言うカフナと言われる粘着質な見えない霊気の世界です。霊気の世界ですね。 気の世界です、ね、こういうところにこう気を当てると、はい、このビールに残留するようなもの、うん、はい、ヒーラーが使ってる操るものね、はい、でそれの世界が一つある、はい、でそれは怨念だけのものとかべたつく生き量みたいなものとか、はい、これはそういうものは確かにある。でも大したことはない。それ向こうの世界でもないんですか。この世と向こうの間みたいな感じなんですか。はい、で本当の霊界っていうのは、はい、もし我々が霊界人になったならば、はい、一旦時間空間から外側に出る、はい、で外側に出てその瞬間に、はい、この世のしがらみは半分ぐらい忘れる、はい、で向こうの世界ではブドウが食べたぐらいもの思ったらもうブドウがここにある。でも、もう、うん、でももう食べることもいらない、うん、はい、でこの世と反転なんですね。想念が現象界に出てしまう、はい、だから自分の好きな世界に集約されて似たような世界を描く仲間がブドウの房のように固まって暮らしてる、はい、でこれが立体霊界構造ですよね、はい、で非常にこの世と裏腹で分かりにくい世界ですよ、うん、でさらにそれを超えたもっと本源的な世界があって、はい、そこは一般的に宗教の世界で神界とかね、神、はい、神創界とか言われますけど、はい、ここはもうね作るっていうことだけです。クリエーションだけです。へ、何かを作りたい衝動があるだけです、はあ、自由であるっていうことがあるだけです。へ、他の煩悩は一切ない、はあ、個人の自由であるってことを阻害するものが何一つないんです。へ、人とぶつかり合うなんてことはないんです、はい、そういうシンクロニシティ同士で成り立ってるんです、はあ、で先ほどね、直霊と魂と魂ってあったじゃないですか、はい、で自分が死んだりあるいはこう輪廻転生してくるのは分かんないですけど、それはそのこの、現実世界と幽界と霊界それと神界含めてですね、はい、あと魂と魂と直霊ってどういうふうに考えてるんですか。要するに生まれ変わるのはその直霊のところ、直霊が生まれ変わる、これは霊界と言ったり来たりするわけです。霊界と
現実の世界に行ったり来たりする、はい、霊界に行ってる時ってのはこの世の視点から見たら一瞬かもしれません、うん、でも自分が想念すれば千年過ごすことだって可能なんです。だから霊界でどれだけ過ごしたかとか、はい、例えばチベットは瞬間転生説ですね、はい、片や日本のなんかいろんな新興宗教は霊界で過ごすとかっていう話もある、うん、はい、地獄行くとかいろいろ言う、まあ、しばらくそこに行ってね修行してまたとかね、はい、両方真なんです、成り立つんです、うん、それは時間の概念とか空間の概念が違うからです、違うからってことですね、違うからです、はい、だからそうやって考えれば実はお金とかで混乱するこの生まれ変わり論だとか、はい、神様論だとか、はい、霊的なものの理論だとか全部納得がいくんですよ、うん、つまり生まれ変わりというのは現実の世界と霊界直霊が行ったり来たりする。じゃあその根っていうのは どういうふうに考えたらいいんですか。霊魂はまたここの一つのかけらが子孫に行くわけ、はい、または子孫がいなければ近しい人の血筋の中に流れ込んでいきます。それは魂ってことですね。でそれがやっぱり集団になっていろんな人に再結集します。それ、うん、これが俗に言う守護霊団みたいなものです。あ、そういうことなんですか、はい、だから能力者はほとんどの能力者はこれがこんがらがってよく区別がついてないから理解されないような説明をする、うん、ということは我々死んだら全部なんかあの世に行くような気がしてるんですけど、うん、魂は現実の中に残るわけですね。これね人間の心ってコラボレーションなんですよ。たくさんの心の合体系なんです、はい、でそのうちの3種類がばらけるわけ死の瞬間に、うん、そしてまたパーツを入れ替えて再結集する、はい、これが生まれ変わりのモデルです、はい、あと肉体だってその核の延長上なんですよ。これもある意味、うん、はい、肉と霊を分ける隔たりなんてないんです、うん、この指にはこの指の心があるんですよ、うんうん、本当に。そうすると先ほど、核はこう気だとか、はい、なんだか思いだとかなんとかそういうなんつうか目に見えないなんかだったとおっしゃるんですけど、幽霊って我々が言ってるのは実態は何なんですか。その白、つまり白の残留ですね。白の残留、白がかすかに時間を失って、はい、この世に残るもの、はい、だからちゃんと話もできるし本人の抜け殻なんだけどかす、はい、かな意識も持ってる、はい、でもその意識は生きてた時にこの繰り返しをしたいと思った想念の残留です。それは誘拐にいるわけなんですか。そうですね。だからこの世とダブってる微妙な白の世界にいるわけです、はい、だから自分が死んだ場所と実家と墓をずっと行ったり来たりしてる霊とかね、はい、あとでも生きてる人間だって生き量もビュンビュン飛びますから、うん、まあ生き量怖がったらね仕事なんかできやしない。なるほどね、うん、昨日もちょっとお話ししたんですけどその、宮崎駿さんなんかねよくこの辺のテーマが多いんですけど、そうですね。だからああいうアーティストたちがアニメであれ映画であれその中に僕は2つあると思うんだけど、意識的にそれを分かって表現しようとする人と無意識的に表現しちゃう人といると思うんですね、うん、それやっぱりそのクリエイターがやっぱり霊能の要素があるからその価値観が分かると思うんだけど、うん、まあ、宮崎さんのちょっと手前でね、はい、僕最近ねびっくりしたのがそのスピルバーグのさ未知との遭遇リマスター版、はい、これ最近ちょっと見直す機会があって、はい、ワウワウかなんかで、はい、そしたらさあの遭遇のシーンあるじゃん、はい、デビルズタワーの上のピーポーパーポーみたいな、ピーポーパーポーピーガーって UFO の底が開いて、はいはい、小人宇宙人と、はいはい、巨人とヒューマノイドタイプと3種類出てくるんだよ、はい、そうですね、はい、種類あるんですよね、はい、あれ3種ちゃんと出てくるんだよ、はい、最後にでっかいのが手に取るんだよね。あの段階でスピルバーグ分かってたんだと思うんですよ。はあ。すげえなって。でも、まあ、スピルバーグはあの映画を作るときに3000人近いコンタクティーのインタビューを集めたと言われてます。そうなんですか。だからあの当時もその価値観があったアメリカの世界ってのはよっぽどのこと知ってたんだろうなと思うんですよ、ね、まあ、ハイネック博士がね、そうだ、ハイネックね鑑賞してましたからね、はあ、ハイネックの師匠はクライントンボー、うん、クライントンボーの師匠はハーシバル・ローエル、まあ、天文学者ですね。そうで、この天文学者のローエルはに、戦前日本に来日して日本の神がかりを見て驚いてオカルト・ジャパンという本を書いてる面白いですね、はい、まあまあまあ、それは火星人も見るって、それは見ちゃうよね、見ちゃうよ、ね、あのね、今日の冒頭で、イランでね小人 の、話があったんですけど、今ちょっとちっちゃいあの宇宙人の話出ましたけど、 それはどういうふうに考えますか。巨人は先ほどのゲルっていうふうに考えるとして、そうですね、だから
ちっちゃい宇宙人たちってのはやたら来てますね。あ、そうですか。やたら来てる、はい、もう意外と結構いろんなことも教えちゃってるんだろうし、それは米軍だけじゃないと思いますよ、はい、いろんなところでその宇宙人とにかくね、科学技術系はね、ちっちゃい宇宙人から啓示を受けるといろんなことを教えてくれる、はい、だから僕も結構いろんな企業とね、面白い機会を作ったことがあります、はい、いや、ペルはもう技術系のことはバンバン教えてくれますからね、うん、はあ、でもやっぱりその基礎科学の概念が違うんだってことは大きいですよね。最初にものを考える単位が、僕たちはほら縦横高さってやっちゃうでしょ、うん、ここが間違ってたらもうアウトだもんね、うん、だから静止面体でしか基礎単位が捉えられないって言ったらさ、でも確かに宇宙って全部螺旋構造だからね、静止面体から発達してるから螺旋構造なんでって考えれば全部納得ができるんですよ、まあ、DNA がそうですからね。秋山先生が例えば、我々なんか中学高校で歴史を学ぶわけですけども、はい、まあ、ここで散々やってますけど、歴史はね本当表だけだし裏にいろんな話があるっていうんですけど、はい、今日の冒頭の肉体と精神があって霊という見方をしたときに、はい、歴史が違って見えて、ここは霊が働いてるなとか、例えばナチスはこれ例の影響を受けてるなとか、なんかそんなのはあるんですか、歴史を見てて。そうですね、だからまず神話ですよね、はい、神話の中には古い時代に起きたいろんな霊的な人間の葛藤が一種物語的に語られてるわけですよ、はい、それはゲルマン神話でもギリシャ神話でも日本の古神道の神話の中にもあって、はい、例えば古神道の神話を見ると人間の霊的な要素を柱として捉えてる、つまり異世界に対する多重多層な縦型の構造として捉えてる、でかつ国生み神話なんかはその柱を男女が交差しながら回転して降りてる、そうですね、これは人間の脳と背骨と神経の関係と非常によく似てますよね。だからやっぱり宇宙はある基本構造、神話が示してるある型アーキタイプマトリックスがあって、それに非常に沿った形で少しずつ看板を書き換えながら繰り返しをしていると、うんうん、この観点でものを見るととても面白いですよ、うんうん、一時期景気がお隠れになった時がある、はい、バブル崩壊以降ね、はい、で非常に暗くなった時にいきなり宮沢りえと若鷹が話題になる、はい、裸の写真集が一番売れた少女とね、はい、相撲取りのエリートが、はい、なんか結婚するんじゃないかって話題になる、はい、でもあれアマテラス神話そっくりですよね、雨の娘と手力の見事、それが現れてきて景気がお隠れになる、あで彼らが踊ってコンピューターバブルが現れる、光が差してくる、だからそういうことって実は歴史の予測にも非常に関わっていて、へ、あと超常現象がとにかく多発して起きたら半年以内に普段あまり起きえない事件事故が必ず起きるというパターンは9割以上の確率でそうなる、はい、これはアメリカの超常現象研究のアインシュタインと言われたジョン・A・キールが示唆した通りです、はい、まあ、キールの本って日本では本当に、ね、翻訳されてないんですけどね、3冊ぐらいしかないよね、ほとんど絶版で、そうですね、ちょっと今の話で思い出したのが、地震の、ね、予知の話をされてて、はい、秋山先生がよく超能力者が分かる地震とそうじゃない地震があるっておっしゃるじゃないですか。いや、これはね、はい、本当にそうだから、なぜこの前ね、今回の津波のね、大地震分かんなかったんだって大月さんなんかよく言うわけだよ、ね、でもバカ野郎、物理学者が起こしたんだろバカ野郎みたいなのあるんだけど、はい、でもね、でもまあゴジラの時代から福島原発が大変なことが起こるっていうのは散々言われてきて、それでも起きちゃうわけですからね。だからあれは実際地震被害というよりも人災の方が非常に大きかった。しかし確かにね、例の東北地震は今でこそ予知した予知したみたいな言い出してるやつはいっぱいいるけど、徹底的に検証した時に予知をしたのは地元の数名のちょっとスピリチュアルな人たち。あ、そうなんですか。でほとんど能力者は騒がなかったですね、はあ、だから僕はあれはそういう意味で人工地震だと確信してるんですよ。なるほどね。ところがね、阪神淡路の時はすごかった。あ、そうですか。もう1週間前から夜中中いろんな能力者から電話かかってきた、はあ、なんだよこれって、この衝撃が走ってるけどなんだこれはって、はあ、どこだって、
東京じゃねえなって西の方だなんて場所が特定できねえとか、え、火事か地震か爆発かなんだってみんな言ってた、うん、でそのうちだん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 固まってきて、僕はあの聞いてもらえるわけだけど、例の早瀬さんね、はいはいはい、超常現象研究家で有名な人がいるんだけど、早瀬さんと前の日のもうね1時頃まで電話でやり取りしながら、この衝動は何だろうね、やっぱ地震かな西かな九州かな瀬戸内かな、そこまで固まってた、はいはいはい、そしたら明け方5時に何分でしょう、はい、そうですね、はいはいはい、亡くなった占い師の千天牛さんだったかな、1週間前ラジオで言ってるよね、うん、鏡君なんかに言わせても先生術師であの地震が予知できなかったら潜りだって言われるぐらいコテコテの緯度経度と時間に先生術的にも起きてる、だからそういうなんだろうな、自然が起こす本当にコテコテの地震とやっぱりいろんな人為的な要素が重なる地震災害とはね、能力者の感じ方が違うっていうのは今回勉強になりましたね。ただ僕は実はあの福島はあの年の前の年の暮れ、あれ3月に起きたんでね、はい、で前年の暮れ12月に実はさユリゲラと一緒にこっそり会を福島でやってんだよ。ああそうでしたね。でその時ユリゲラが突然こうなって髪がかってさ、なんか自動書記で変な絵を描いたわけ、ダリみたいな、はい、それがねこう波線があってなんか境界線があるんだよ、でそこでこう爆発が起きててさで横にちっちゃく富士山が描かれていて11って書いてあるんだよ。でそれをいきなり何にもやつに俺にポンって渡して書いちゃったわけ。なんだろうなって言ってるうちに起きたの、うん、であのあと実は富士山も揺れたのね。ありましたね。だからねゆりも予知をしたとは言えないまでもなんか無意識にあったんですね。やっぱ絵に出てくるってのはよくあるんですよ。へ面白いですよね。そろそろね時間になりましたので、最後あの秋山さんに、我々は霊界からまあ生まれ変わってきてるとすれば地球に何しに来てるんでしょう。トレーニング、本当に ジムに通ってんのと一緒。時々来ちゃバーベルやったり腹筋やったりしてまた帰っていく、はい、何のトレーニングなんですか。我々二元論のゆりかごの中でもともと我々は最初から自由自在の霊的存在なわけ、はい、だけどこの霊的な自由自在な存在に唯一不自由不自在があるの、はい、それは自分を外側から見れないことなんです、うん、だから一旦不自由不自在側に来てちょっとトレーニングする、はい、バーベル持ってみる、はい、腹筋やってみる、うん、それで再び自由自在の楽しさを知る、うん、なるほど。この最終的な二元論脱出のトレーニングをやってるのが我々、うん、だからここから先はまた違う宇宙が待ってるの。なるそれを超えた宇宙が、その二元論がない宇宙が待ってる。今日はあの秋山先生ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この後はですね、実はあの三上さんが作詞をしていただきまして、やっとエンディングテーマできました。あの美子さんがこの後歌っていただきますので、音楽家デビュー、今も作詞家ですから。今回 の、 あの曲はですね、はい、あの谷村新司さんのスバルってあるじゃないですか、はい、プレアですね。ね、スバルっていうのはさらばスバル呼ぶんですよ。はいはい、スバル、普通地球人だったらさらば地球なんですけどね、はい、さらばスバル、はい、まあそれの変化というか、まあ、返す歌とか言ってね、プレアバース、久しぶりだねスバルという、はい、テーマでということです。皆さん聞いてこんにちはスバルみたいな、はい、聞いてください。そういうテーマです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではエンディングソングプレアバース聞いてください。
もありがとうございました。